いらなかった。枠のやつは6回応答できるよ。はい、やるやる。進化するね。ただもう、この頃はもう、目的できたみたい。こっちの発電機じゃなかったみたい。やべえと思う。私はキャッチされるなと思う。覚悟しよう。アーティストがなんか多少増えてんだ。なんでなんだろう。こう一台回したらいいと思ってる人はね、だ。こう一台回すくらいだってしか勝てないんだったらもう勝てないんだよ、そんな友達チーム。別なところ、回せないチームはそもそも勝てない。いろんな地点で回すことによって、ここが回ればいいのだから、難しく考える必要がなく。いや、もう捕まることは想定で次の動きを入る。常にどこかの発電機を回せる体制を取りたい。点を見せ。思いきながらそうたどり着けばいいの。ポイント。思ったら俺のこと。だからチェイスで出るとは限らないよもう。いたねえじゃん、もう。いたねえんだろ、こんなよ。でも、もう。やば。最短距離で見られる。やば。こういう風にチェイスができるって言い切ってるやつは俺に迷惑かけてんの。これは見るポイント。リーユンジンが上手いと思ってるやつはダメ。三流リーユンジンが最低なプレーで木村優がやられてしまったって考えてる人はまとも。トンネルされたらどうすんの。行くしかないんだよ、もう。トンネルされること前提で動かなきゃいけねえんだよ。あ、言ったよね、負傷状態の人は何をする。発電機触るしかねえんだよ。どこの発電機触れんだよ。なるべく遠いとこ、狙われても。狙われても発電機回すしかねえんだわ。完全に回せるとこねえかな、ここ以外に。ないんだ。ここにだ、ここはないのか。今ちょっとあれだから。出る場所。ああ、ないね。
なんだよ。左にないんだよ。ゼロちゃんがなんでデッドバイの10番か。元気な時に回す。ただチェイスだけできるやつは何人もいる。負傷状態で変わらない。この凄さ。俺がここを5割回すことが何の意味を意味する？リュウジが回してるとこついたら、そう、残り 1.5 になるんだよ。この半分を回せてることなんだよ。ゼロちゃんの凄みって。そしてヒロちゃんの凄さ。この苦しい状況で誰よりも早い。何これ、どこにいる。キラーが嫌がるうちに行く。逃げ場がない。ビルジンどころ回させなきゃ。なんでまだ助けてねえんだよ。ビルジンのところを回させるチームプレー、これがヒロちゃんの凄み。そして常に発電機。恐ろしいプレイヤー。負傷状態でずっとやってるから。稀有なプレイヤー。能力が下がらない。負傷状態で。そのやつ？状態でこれね、対局フェリックスみたいなやつ、いつも見てる。サバイバーやってる人ほどこのプレイの凄さを、負傷状態でまるで俺の動画見るといつも元気な状態でやってるかのように、いつも見てる、みんなが見てるあの奇跡の現場、この厳しさを。このプレイがかなり難しいプレイをやってるんだけど、しかもこれを負傷状態でやってるから平然と。このフェリックスとかこうだろ、役立たずって。発電機の位置をサボっているようなやつだから、発電機の位置をイメージしない。せっかくやってるあれをぶっ潰す。もう役立たず。負傷の。もう、で、治療しなきゃ気が済まないやつ。せっかくの俺のあれのプレイをぶっ潰すっていう。発電機回してる人の、あれの妨害を行ってんの。で、負傷状態で回さない。全部治療優先。買った後一つ回せばいいけど、治療優先。で、ほら、野良見た？俺の試合見てると、俺がなんかチェイスすると不思議と発電機回るじゃん。4代目、5代目が。なんでかわかる？意図的に走ってんの。野良モブ見た？
あの、人の発電機の妨害を行うの、あの、フェリックス。発電機の位置をイメージできてないの。だから、チェストあさりもしてんの。レベルが低いから。自分の治療を優先して、負傷状態でも回してる人がいるんだから、そこに来ちゃいけねえだろ、どんなに苦しくても。発電機が回ったエリアでは走ってくれないの。自分が元気にならなきゃ何もできないの。元気な状態で能力が変わらないの。俺の凄みって。このフェニックスがやってるプレイが、ダメなプレイなの。ちゃんとできる人ってのは、俺の動画は、俺は正しいだろ？負傷状態でも、フェニックスってやつは箱を漁ってるの。何を意味するかっていうと、ほら、もうこの役立たず。誰が見たって発電機回し一択だろ。俺以外何があるんだよ。なんで一瞬止まったんだ、ためらったんだよ。この無駄な行動があったんだよ。行動の中に。元気じゃないと何もできないやつと、見たらわかるでしょ？負傷状態なのに普通にやってるやつ。ゲート負けないやつ。ヒルちゃん、ダッドバラースーパースター。勝負どこで言ってるでしょ。みんなはね、俺の動画見すぎてるとね、負傷状態であそこ平然と回してることがね、すっげーハイプレイなの。スーパープレイなの、あれ。フェリックス見てみな。箱漁ってるやつ。負傷状態だと何もできない、治療してくれってやつと、負傷回しゃいいじゃん、終わりっていう人との違い、力の差。もう、やれるやつは、もう余裕でわかるよ。できるやつ？木村優衣使ってるやつとフェリックス見た瞬間？なんだこれ、チェス漁ってるやつで。チェイスも、木村優衣の場所邪魔しやがってって。まあ、見てるやつはそう思うよ。フェリックスって何考えてんだろうね。発電機の位置を、大まかな位置を自分が回してるのにイメージができてない人なんだなっていう。逃げるってことを重視して、大事なのって発電機がどこで回ってるかをイメージして、そこの位置に行かないことなんだよ。そこの位置に行って、しまうことが大問題だから。俺が狙われて、2回目に吊るされたのがカバーしたんですよ。負傷状態の2人がいるのは分かってるから。そこと真逆のところに行ったら立て直してもらうために。理由ですか？治療しないとダメだから。多分こいつら知らないんだろうね。この、多分フェリックスとか全然知らないの。動画、俺の動画見とけ。俺の視点立って、俺の方が気を使ったプレイしたの。俺の方が被害者なのにね。二人の立て直させるためだよ。リー・ユンジンとフェリックスを立て直す。特にフェリックスが立て直さないといけないの。負傷状態で能力がもう半減するの。俺は負傷状態でも別に変わんないの。別に。10割が別に9割になってるぐらいのもんで別にっていう。はい。フェリックスの人って著しく能力が半減するの。負傷状態だと何もできませんっていうプレイヤーでしょ、多分。チェスは当たってることなんだよ。ここポイント。だから2人を、特にフェリックスを治療させなきゃいけないの。つまり何を僕がしなきゃいけないかって、2人の位置は分かってるの。小屋方面から少しでも離れることになったんですよ。僕らなんでこのフェリックスで俺の動画見て感動しろよ。なんで俺とゲームすると円滑に他の3人が生きているようにやるかって、僕が気を使ってるんです全部。実は適当にやってるように見てます。あ、違いますよ。二人の回復のためにあっちの位置で逃げてるんですよ。なるべく遠めに。吊るされても治療まで間に合えば、あと、あそこ回せばいいだけだから。うん。それで、うちなる回復だったみたいだけど。と、あれは。で、でも、ああいうな事態になると探せないでしょ、トーテム。そうなるとチェストあさりしてんの。セルフケアでもつけてきな。こういうやつは。はっ。こんなのをしてる暇がある、あったらね。発電機がどこでなのかってわかるじゃん。
ロッチの方、ロッチっていうのかな、コールタワー、タワーなのかな、固有の方側は発電機ねえじゃん。あ、まあ俺のところにあるんだけど、真ん中よりか固有のところの方の真ん中よりか、真ん中よりなんだよ、要するに真ん中より、うん、そこを考えながらチェイスしなきゃいけねえんだよ。安全エリアあんだわ。安全エリア回ったエリアのところで時間を潰すとか、ジャングルジムで時間潰すとか。タワー、タワー、固有側なら固有とあのそこのジャングルジムだらだら使うとか。逆の、逆の斜め対角のところだったらジャングルジムあったじゃん。あの辺で時間潰すとかね。うん、考えないといけないんだ。あと小屋側とかって、小屋で時間潰すとか。あと一箇所がわかんないけど、真ん中のとこなんだ。真ん中のとこ。あ、真ん中のとこだわ。ジャングルジムも。真ん中のとこなんだわ、多分。3点。真ん中なんですよ。真ん中。エリア的に真ん中なんだよ。じゃあ、どうやって橋を使うかって考えなきゃいけない。フェリックスタイプに。縦横無尽に動いてるんじゃなくて、どこをどうやんなきゃいけないって考えなきゃいけないんだよ。うん。サイド、あ、まあ、橋を使わなきゃいけないんですよ。要するに、このゲームは。サイド。小屋側のサイドと、こういう側のサイドを使うんですよ。チェイスだったら。ここの位置でダラ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 捕まってもいいから、ダラ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 の方がいいんですよ。縦横無尽に動くと真ん中エリアが、あの、あれだったんですよ。まあ、パワープレイでなんとかなったけど。うん。考えないといけないんですよ。チームプレイをやったんですよ。捕まることが恥ずかしいことじゃないんですよ。何を、何のために走ったのかっていうと、逃げるためじゃないんですよ。あ、重要なのはね、フェリックスとリユンジの立て直しです。特にフェリックスの。箱を漁ってたでしょ。回復が必要なんですよ。僕たち違うんですよ。だから僕言ったでしょ、5代目回してるの、これハイプレイだよって、あ、スーパープレイだよって言ったでしょ。野良は、フェリックスみたいな人がなるんですよ。後ろだと何もできません。元気だったらできまーすっていう。僕逆でしょ。うん、時間がないから負傷状態でもいいじゃん。狙われてなかったらいいじゃん。狙われても、うん、別に負傷状態でも狙われてても、チェイス時間変わんないしっていう。別に、変わんないしっていう考えだから。うん。それよりも回せるなら回した方がいいって考えだったんで。まあ、そういうことです。はい。勝てることです。はい。この中で、本当にちょっと、本当に、言ったでしょ。野良の人はね、何がスーパープレイなのかって、負傷状態で一番